Nächstes Paar, Next Pair of Skates aus den Vereinigten Staaten von Amerika. グループ3の最後は昨年の銀メダリストです。アメリカのケンドラ・モイール、アンディ・サイツ。ショートプログラムは第5位でした。ですから最終グループでの滑走は叶いませんでした。軍で1年目の昨年この世界ジュニアで銀メダルを取っています。まあ、ショートの時の動きもあまり良くなかったですからね。そうですね、まあ、フリーはどうですかね、うん、女性が怪我をしています。足首の捻挫と聞いています。イーゴリコーのダッタンジンの踊りです。テップインのラッソーリフト。ダブルアクセルからのシークエンス、ダブルアクセル、これはいいですね。すぐに回転に入れなかったですね。トリプルループ。あ、これはステップインアウト。マイナス2というジャッジの評価になりますね。アメリカのケンドラ・モイール、アンディ・サイツの演技でした。
これはやっぱり去年に比べると女性の体が大きくなった、それが影響しているのかもしれませんね。正直言ってあの全体にやっぱり、まあ、なんていうんですか、大人の体になった、はい、なってきてますよね、はい、ですから、まあ、ちょっと少しウエイトも増えてると思うんですよね。ですからあの男性の動きももう一生懸命やってるっていう感じになってますからね、どうしても女性の場合難しいのはあのパートナーの体がですねちょっとでも変わってくるとそこら辺が影響してくるっていうのが出てきますからね。すごく踏みとどまったスローというとそうですね、まあ、ですから当然あのランディングが悪いですから、ジャッジの、ね、GOE はマイナスになってますよね、このリフトなんですがね、リフトは上げたらもうすぐに回転に入っていかなきゃいけない、でそうでないあのキャリーから入る場合もありますけれども、はい、これはもう完全に普通のリフトとして入ってますから、これはもうジャッジによってはですねもう当然マイナスついていってしまう。そここのディススパイラルもポジションが十分でないんですよ ね、 そうですね、手を変えたりなんかするのはいいんですけど、そういうところをきちんとしてないと、やっぱりあの、変化を求めて逆に質的な部分で悪くなってしまう。怪我を抱えたままで迎えた世界ジュニアとなりました。今シーズンジュニアのグランプリシリーズでは1位、2位、グランプリファイナルでは4位という成績でした。まああの1、2位を取っててグランプリファイナルで4位になってるということはやっぱりあの当然怪我やなんかが影響して、まあ、あのファイナルの時にはもう一ついい結果が出せなかったということだと思うんですよね、はい、やっぱりそういう風にしてやっぱり十分滑り込みができないっていうなるとやっぱりあの当然体の方もですねそのコンディションを整える、まあ、特に女性の場合ウエイトの問題なんか出てきますから、ありますよね、そうすると動きはもう一つ、テクニカルエレメンツ 40.33 です。そして5コンポーネンツ、スケーティングスキルはようやく5点台に乗せましたが他は4点台でした。フリースケーティングの得点は 78.32 です。パーソナルベスト更新とはなりませんでしたが、それでもここまで滑った中でのトップに立ちました。 Thank you.